県は今日、来年度の当初予算案を発表しました。東京オリンピック・パラリンピックの県内開催を控え、特にスポーツに力を入れました。ワンティーム、ワンフォアオール、オールフォアワンでですね、元気にしていくという、こういうあの理念で編成をした次第であります。川勝知事は、ラグビーワールドカップ日本代表のスローガンを掲げて、来年度の予算編成を発表しました。一般会計は1兆2792億円と、今年度の当初予算案に比べて726億円増え、川勝県政では最も大きい予算規模です。来年度、特に力を入れた戦略の一つが、誰もがスポーツに親しむ環境づくりです。東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、交通輸送の対策や聖火リレーの運営など、関連事業費として18億9100万円を計上しました。また、小中学校でのラグビー教育や、エコパスタジアムにモニュメントを設置する費用などに、1億8600万円を盛り込んでいます。うちにも外にも、攻めの躍動的なエネルギッシュなですね、活躍ができる予算になったのではないかと思っています。川勝知事は、世界を相手に静岡をスポーツの聖地にすると力を込めました。